それでは吉村さんもどうぞ、春奈さんもステージ前方の方にお越しください。ではここでテリーさんから受賞理由についてご説明をいただきたいと思います、はい、それではまず吉村さん、はい、説明したいと思うんですけども、はい、実はあの彼、皆さんもご存知のようにですね、2000万円近くの、はい、スーパーカーを、初心者マークがついてるにもかかわらず購入しました、はい、BMW のですね、i8 というやつですね、i8 です、はい、これは私ですね、聞きまして、これは見事だと。それは何かというとですね、最近本当に若い人がですね、車離れしてるにもかかわらず、その中でですね、いきなり初心者マークでスーパーカー買う、こういうやはりね、つわものが僕らの時代はいっぱいいたんですよ。そうすると ね、給料1年分で車を買っちゃうとかね、はいはいはい、もう本当にそういう大変な時代だったにもかかわらず、今なかなかね、そういうふうに車に対して皆さんクールなんで、そういう中でね、大した稼ぎのないですね、吉村が2000万円の車を買うっていうのは、これすごい素晴らしいと思いました。そうですね、はい、今日本には非常に素晴らしいローンというシステムがありますので、それを活用していただければなんとか手に入る。愛してるんですよね、車ね。愛してます、もちろん愛してます。いろいろありましたけどね、ニュースにも上がってますけども、ね、愛してるがゆえのああいう形になったんじゃないかと思います。車好きの皆さん申し訳ございませんでした。そしてですね、はい、春の愛さんなんですけども、愛ちゃん実は軽自動車に乗ってます。はい、これあのね、はい、そうなんですよね、ハスラーに乗ってます、鈴木の、はい、これ何が素晴らしいかというと、日本の軽自動車ってもう世界ナンバーワンですよ。でも視野もすごく高い。その中でそれこそね、本当はもっと立派な車を買えるにもかかわらず、軽自動車乗って、さらにその軽自動車を楽しくエンジョイしてると、いろんなことをつけてるんですよね、はい、そうですね、オプションで、うん、テントになったり、うん、あとなんかベッドになったり、うん、全部お部屋みたいになったりして、この間もうちの店のスタッフとバーベキュー行ったり、うん、あとアイバンとこの間2人で、うん、アウトレット、私が運転してアウトレット行ったり、うん、車とにかくイメージないかもしれないんですけど、めちゃめちゃ乗ってます。そうなんですよ、はい、本当にね、まあ、普段アイちゃんとは夜のイメージもあるんですけども、そうじゃなくて非常に健康的ですし、はい、アウトドア大好きだしね、いろんなショッピングに燃費のあまりかからない、ね、本当にやってるんでね、いいなというふうに思います。はい、はい、さあ、そして本日黒柳さんと三原純子さんも、うん、はい、受賞ということで、はい、この二方はいかがでしょう。黒柳さんはね、先ほど黒柳さんの手紙にも書いてありましたけども、うん、非常にやはり環境問題に対して意識が高い、そして本当に未来という車、本当トヨタが出したね、素晴らしい車なんですけども、うん、それをいち早く購入してですね、私もですね、テレビ局のスタジオで車見ましてですね、これ誰が買ったんだろうって言ったら黒柳さんだってことを聞きまして、これは素晴らしい、それは皆さんにぜひね、広めてもらいたいなということで、それが理由の一つです。でこれからもやっぱり環境問題に対して意識が非常に高いということが、やはり受賞の理由でした。そして三原純子さんはやはり国会でですね、今日も実はですね、安保法案の問題でいろいろ大変なんですけども、本当に来たがっていたんですよ。でその中でですね、国を担う大変なお仕事をしているにもかかわらず、非常に車のことを大好きで、ドライブテクニックもある、車を愛しているということで、それを今回のですね、第1回目の受賞理由にさせていただきました。はい、はい、さあ、それでは吉村さん、受賞の喜びのコメントをいただけますか。いや、本当にまさか、はい、免許もね、最近取ったばっかりの僕が受賞できるなんて、しかも第1回目ですもんね。しかもその直前にあんなことが起こるなんて思ってませんでしたので。すいません、何が起きたんですか。ですね、ありがとうございます。すいません、でも本当嬉しいです、ありがとうございます。本当、さあ、では春奈さん、いかがでしょうか。はい、もう私もゴールド免許で、そうなの。そうなんですよ、えらい、免許証は大西健二なんですよ。で車は本当の姿が出るということで、はい、大西健二の写真ってのはどういう顔になってるんですか。大西健二はもう今は顔はリボンつけたり、普通の女の子として写真は おっちゃんで鉢巻き巻いてるってことないんですか。名前だけ大西健二のおっちゃんですけど、てっきり僕はおっちゃんのまま写真でヒゲとか入ってるんじゃない。ヒゲ剃りました、ヒゲは。 で、 はい、でも、はい、そうやってなんか、はい、車はこう自分の素が出るっていうことで、はい、私はピンクとかそういう車じゃなくて、実はカーキの車で男っぽく乗ってるんですよ。かっこいいじゃないですか。なんか男のカーキで、なるほど、なんかそこの男の部分をなんかこう表彰してもらった気分で、
今日は本当に素敵なショーに呼んでもらってありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。以上、日本ベストカーフレンド賞2015を受賞されました黒柳徹子さん、三原純子さん、平成のぶしこぶし吉村隆さん、春菜愛さん、本当におめでとうございました。ありがとうございます。そしてプレゼンターを務めていただきましたテリーさんもありがとうございました。テリーさん、ありがとうございます。はい、こちらこそ。どうぞ、はい、いいですか、言っちゃって。はい、おめでとうございました。皆様どうぞ拍手でお送りください。